人気になるとこんなの出るんだな。行くぞ。はい。俺の子を運命。ただもんじゃねえ。やべえ、ヒーローやめたい。キング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 。この扉は誠に申し訳ございませんでした。どうしてこうなった。土下座で痙攣し始めたぞ。握手だけでも。忙しいんだ。ありがとうございました。早く帰ってプレイしよう。テンション上がってきた。我が名は G4、 組織によって作られた鬼神なり。いいか、これは我の戦闘 AI の性能テストでもある。データを取るために全力で戦ってもらおう。分かった。だが一度トイレに行かせてもらおうか。ここで10分待つ。1分遅れるごとに10人殺す。俺を殺しに来たか。怖え、怖えよ。キングエンジンってなんだよバカか。この通り人一倍、いや何十倍も臆病なだけだ。やべえ、ヒーローやめたい。ごめんごめんよ。ジェノス、手貸そうか。いえ、僕はい。毒力で倒せるようでなくては。そうか、んじゃ、負けんなよ。なんとか無事に帰れたけど、ゲームでもやって忘れよう。名前を決めて。キングでいいんじゃね。いや、ヒーロー名はちょっと、さすがにキングお兄ちゃんなんて誰かに。窓が開いてたもんで。ここ22階ですよ。勝手に人の家に上がり込んでもらっちゃ。この俺が S 級ヒーローと知ってのことなのか。知ってるよ、キングだろ。でもこういうゲームやるタイプだとは知らなかったよ。やめろ。なんだこのゲーム。本当はそういうゲームが好きで、このゲームもアクションかと思ったら、なんだこれ、恋愛ゲームだったのかよ。間違えて買っちゃったよ。じゃあこれやろうぜ。うん、そうだね、そっちの方が。ってえ、やるのそれ。え、ダメ、どうせ暇だろ。焼却。でかい体が災いしたな。おいおい、キング、お前ゲームめちゃくちゃうまいな。で、なんでさっき逃げたんだ。今ジェノスが戦ってるんだけど、なんでロボット怪人から逃げなきゃならなかったんだ。怪人にはもう興味なくなったのか。もしかして強くなりすぎて戦うことが嫌になったのか。今日だけで3件目か。どうする、俺は行くけど。災害の方からお前のところにやってきたぜ。キングには怪人とか怪獣を引き寄せる何かがあんのかもな。こういう場合はどうする。最近は特についてない。自分の家まで押し寄せられたら戦うしかねえだろ。勘弁してくれ神様。あの時もそのうち誰かがやっつけてくれる。ただ現場に居合わせただけなのに、俺は喧嘩もしたことがないのに、俺は嘘の塊のような男。キングを追っているようだな。俺は奴より強い男を知っている。世間が憧れるキングは俺ではない。ああ、言わなければ。その話マジかよ。強い評判も経歴も全部嘘だった。大丈夫か。ゆっくり開けてみろ。ひどい怪我。
こんな怪我大したことね。今日は大金星。お前が何を言おうと、みんなは最強のヒーローだと思ってる。俺も行くわ。たまにゲームやりに来るからよろしく。おーい、埼玉市。キング、なんで S 級が B 級なんかと楽しそうに。なぜなら強いから。今まで随分と調子乗ってくれたじゃないか。ボロロロロロ、ハメ技というのはこういうものを言うんだ。それ KO。 うさうさぴょんぴょん。もう一回だ。 KO。 KO。 うさうさぴょんぴょん。クソゲー、クソゲーだぜ。ああ、最近何人かのヒーローに支給されたんだ。俺もらってないけど。もう一回だ。次はもっと早い連続弱キックで絶対に勝つ。まさか返り討ちに遭うとは。勉強になったぜ。俺を、奴の次の反応を予測しろ。え、ったく、怪人だけじゃなくてあんなチンピラまで相手してたらキリねえな。ここは、俺は誰かにやられたのか。そういえばお前、今何が起きてるか知ってる？いや、知らない。ヒーロー狩りは俺もちょっと気になってて、自ら怪人を名乗る人間なんて今までいなかっただろ。だからちょっと期待してんだ。もしかしたら俺より強いかもしれないしな。そっか、早く会えるといいね。よし、いけるいける。キングの HP あと1ミリしかないぞ。もう俺の方が強くなっちゃったかな。ははははは。 KO。 埼玉市は動きが単調だよね。せっかくのチャンスでもボタン連打だけだから目をつむってても勝てるよ。ゲームってストレスたまるんだな。お、鳴ってるぞ。よし、ぶっ飛ばしに行こうぜ。そういえばジェノス氏は？ああ、昨日から帰ってないな。え？大丈夫なの？大丈夫だろう、ジェノスなら。他のヒーローが手こずるわけだ。あれだ、あの動きを思い出せ。お前のような小物に手間をかけてる場合じゃない。俺が小物で？焼却。久しぶりじゃの、ガロ。ジェノス君、バング、もう奴は怪人だ。もう螺旋焼却砲、ムカデ超。ムカデ長老！おい怪獣！お目当てのブラストを連れてきたぞ！過去にお前が叩きのめされてビビって正面まき散らしながら逃げた相手、ヒーローのブラストだ！腰抜けめ。おい、クソ漏らすなら家でしてくれよ。どうやらキングは間に合ったようだな。ええ、彼はムカデ長老への挑発材料が欲しいと言っていました。鳴り響くキングエンジンと共に。おい魂！
ジェノスか？埼玉市、なんか爽やかになってない？なんかちょっとスカッとした気がする。埼玉先生、俺に足りないものは何だと思いますか？え、パワーじゃね？ありがとうございます！ジェノス氏！強さの象徴、目指すべき場所だ。俺もそこへ行く。